マラシエでは通常こうで蹴りますが、基本の中では上足、腰上足の部分で、蹴ります。このように上足底での回し蹴りの破壊力には凄まじいものがあります。回し蹴りを説明します。回し蹴りの場合は、しっかり横から膝を抱え込んでください。その時に、足首の形はこう伸ばさずしっかりと抱え込みながら引きつけてください。次に、角度としては膝をまっすぐに伸ばす前に伸ばしながら抱え込むんじゃなくて、膝は斜め上に横にしっかり抱え込んでください。それから円を描きながらしっかり腰を入れて蹴ります。その時に大事なのは指先とそして足首の返しがしっかり上に、指先を上に向けながら足首をしっかり返してそして引き足を取って下ろしてください。次に、コースとしてはなぜ、膝を横に抱え込まなきゃいけないか。組み手の場合に、遠い前であれば膝を直線的に上げながら、蹴るのは有効でしょう。あるいは甲を使って、蹴るのも有効だと思います。ですが基本の場合はあくまでも横から抱え込むという一つの基本動作があります。これはあるいは接近戦の場合、相手が前に立ってですねそれから膝を抱え込みながら蹴る場合に膝が前に伸ばしちゃうと蹴れません。したがって膝を横に真横に抱え込むことによって上足を立てながら蹴ります。あるいは横に、相手がいる場合その場合でも膝が立ってまっすぐに蹴る場合には蹴ることができません。したがって、横に抱え込むことによって相手を捉えることができます。前にいても同じですね。しっかり膝を抱え込みます。それから蹴ります。